こんにちは、みつばです。前回はこちらの内装を仕上げたのと、この地下に経験値トラップも作りました。今回なんですが、村を守るためにぐるっと柵で囲って、家に閉じ込めている村人さんたちを解放したいと思います。と、その前に、鉄が残り13個しかないので、まずは鉄を集めてきます。それとですね、エンチャントでいろいろゲットしてて、剣がね、なかなかいいのができたのと、ダイヤの斧も作っておきました。あとはシルクタッチのね、鉄の斧なんですが、洞窟にはこれを持っていこうと思います。あとは、シルクタッチのエンチャント本や、いろいろゲットできてます。それでは、鉄を集めに、地下に行ってきます。ここにしようかな。前回ね、クリーパーにやられたところ。結構ね、鉄がありそうなんですよね。ここから降りて、苔で目印をつけておきます。うわー、効率4、いいね。早い。おっと。そうだ。弓もね、前回作ったものを持ってきてます。よーし。めっちゃあるじゃん。早速回収していきましょう。この先もまだあるね。よーし。こっちもあるじゃん。おー。いった。よーし。この先はやばそう。いった。地上に戻ってきました。ちょうど30分潜っていたんですが、ゲットしたのはこちらです。鉄が 2.5 スタックぐらい。あとね、その他いろいろ持って帰ってきました。それでは幸運のツルハシで崩していきたいと思います。すべての鉱石を幸運のツルハシで崩し終わりました。収穫はというと、こんな感じです。今回使う分は十分ゲットできたと思います。それでは村の方に移動して作業を始めたいと思います。この間に鉱石類を焼いておきましょう。村を柵で囲むまでこちらに村人さんを監禁してます。今回は機械作業が多いので、作業前に修繕をゲットしたいと思います。お邪魔しまーす。っていうか、ニートかい。じゃあ、このお二人に司書さんになってもらいましょう。じゃあ、ちょっと出入りしやすくするために、お家をちょっと壊させていただきます。置いてください。よーし。それでは、師匠ガチャ、頑張っていきましょう。わー、耐久力3だ。待って、どうしよう。欲しいな。偶然じゃないんですけど、こちらの耐久力もゲットすることにします。ついでにもう一人の司書さんからは、エメラルドをゲットしつつ、レベル上げしてみたいと思います。まずは紙を交換して、じゃあ次は本を交換してレベル上げしていきます。さあ、何が出るでしょう。拡散はいらない。
で、こっちは39か。まだまだだ。もう一人修繕用に勧誘したいと思います。お休み中失礼します。ちょっとこちらに来ていただいて。よし。あー、起きてください。はい、こちらでーす。あれ？あーあーああ。こっち来てー。真顔で突っ立ってる。ああ、よかった。ナイス。いい、ちょ、それはね、私のベッドなんで。はい、オッケー。じゃあ、一回寝まーす。今度こそ、修繕の司書さんにしたいと思います。おー、無限もね、欲しいよね。おー、爆発耐性3。さあ、来い。よーし、出たー。早速交換しちゃいます。これからよろしくお願いします。修繕の司書さんもゲットできたので、あとはサトウキビをちょこちょこ集めてお買い物をしたいと思います。せっかくエメラルド集めてたんですけど、行商人さんがね、いいもの持ってました。なんと、グローストーン売ってます。いただきます。早速、ダイヤの斧に修繕をつけて、今回必要な木材を大量に木こりしてきました。それでは村を囲む準備を始めましょう。どこまで柵で囲むか悩むところなんですが、この辺までかな、村は。うわ、すごい。何ここ。ちょっと松明だけ置いておきましょう。うわー、吸い込まれる。で、この辺はどうなってる？おー。エメラルドゲットー。いやー、この上はもういいか。じゃあこの辺に柵をつけましょう。あれー、めちゃくちゃ溜まってんじゃん。うわー、こういう穴もね、多いよね。くーら、なんかいると思ったら羊だわ。よーし、鉄。おー、びっくりした、エンダーさん。よーし、鉄ゲットー。じゃあ、エンダーパール、来い。よーしゃー。それでは、村を囲っていきましょう。どこまで囲むか迷ったんですが、このあたりはサバイバルベースとつなげる感じで囲っていこうと思います。今回作る柵はフェンスではなく原木や板材を使って壁を作っていきます。オークと頭皮を使ってサバイバルベースのデザインに合わせて統一感が出るようにしていきます。適当に置き始めてたんですが、土地の形が気に入らなかったのでやり直します。壁はまっすぐではなく緩やかなカーブで作っていきます。その方が人工物っぽさがなくなるのと凹凸が出て可愛くなると思います。高さは2マス以上で作っていて襲撃者などの周りからの攻撃を避けられるようにしていきます。建築中もゴーレム先輩が頑張ってくれています。そして同じタイミングでは別の襲撃者たちが建築を監視しています。葉っぱやフェンスを混ぜつつ同じ形が続かないように適当に置いていきます。
まだ監視が続いているので別の場所で作業を進めたいと思います。斜面は特に注意が必要なんですが、段差が1段だとゾンビが入れたり村人が外に出れたりするので注意深くチェックしていきます。ここまででやっと半分ぐらい囲えた感じです。出入り口なんですが、難易度不便なのでいろんな方向に何箇所か作っています。シャベルの耐久がやばい。抽選の本をもう一冊買っていきたいと思います。ギリギリもう一冊買えそうです。あー、ボロボロじゃん。あー、また後で修理してあげましょう。それでは修繕の本一冊いただきましょう。シャベルに修繕をつけてと、トラップで修繕しておきます。よーし、これで一周つながりました。わー、おじさんたち。あー、びっくりした。一応ね、柵の意味はね、ありそうですね。それではぐるっと外壁が完成したので装飾をしていきましょう。主に高原を置いたりお花を飾っていくつもりです。外側の装飾にはランタン、グローベリー、バラを使っていきます。バラはサバイバルベースの装飾に合わせています。山の奥の方に来ています。ほぼ見えないんですが、湧き潰しも兼ねてぐるっと装飾していきます。もうね、二度と映らないところかもしれないんですが、いつも通りの自己満足でやっていきたいと思います。それでは壁の内側の装飾をやっていきます。内側はバラではなくライラックを飾っていきます。あと葉っぱブロックも置いていくんですが、これに乗って村人さんが出ないように壁から少し離して置いていきます。外側も内側もぐるっと一周装飾してきました。それでは出入り口部分を少し強化していきます。出入り口部分は高さがないので、内側にも壁を作りつつ装飾していきます。内側はベンチを置いて休憩スペースを作っておきます。村を守る壁が完成しました。ゴーレムさん、いつもありがとうございます。こちらのゴーレムさんも解放して村をしっかり守ってもらいたいと思います。豚さんはサバイバルベースの方で育てていきます。村人さん、お待たせしました。もうね、出ても大丈夫ですよ。こちらの村人さんも解放してあげましょう。よーし、どうぞ。お仕事をするところはね、また今度作りたいと思います。とりあえずお外に置かせてもらいましょう。あー、忘れてた、こっちにもいたよね。おー、お友達が会いに来てる。お待たせしました。はーい、どうぞ。ベッドもね、置けるだけ置いて村人さんを増やしていきたいと思います。あとはね、鍛冶屋さんもね、そのうち作りたいと思います。おお、早速やる気満々でいいね。
超いい眺めじゃん。やっぱさ、村人さんが歩き回ってるね。この雰囲気がいいよね。わー、かわいいお尻。それでは村人さんを増やしたいので、食料をちょっと配っていきましょう。あー、ニートが取った。お仕事しないのに。どうぞどうぞ。人参もね、配っちゃいます。おー、生まれてんじゃん。わあ、こっちも。やったー。うん、かわいい。あれ？あー！どこ行くの？ちょっとわんぱくすぎるんですけど。あー、帰ってきた。今回は村を囲む壁を作っていきました。いかがだったでしょうか？これで村人さんと一緒に安全に暮らすことができるようになりました。それでは次回なんですが、地下で見つけた廃校に行ったり、ブランチマイニング場の装飾をしたいなと思っています。またコメントやグッドボタンで応援してもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。